はいどうも、袖飛車チャンネルです。今回は株式袖飛車の序盤の組み方について解説していきたいと思います。株式袖飛車は、後手が指す戦法ですね。26歩、32金、25歩、そして7二飛とやります。ここで、将棋ウォーズではこの7二飛の瞬間に株式袖飛車のエフェクトが出ますね。で、2四歩、同歩、同飛車、2三歩で飛車が引いて7四歩として袖飛車を指しているのが株式袖飛車です。で、まあポイントとしましては、そうですね、2六歩に対して3二金と先に上がることですね。で、この3二金と上がる理由はですね、仮に例えば3二金に変えて7四歩ですと、2五歩と突かれてしまって、で、これ仮に7二飛ですと、当然2四歩同歩同飛車となって、次に2三歩から角取りですし、まあそれを防ぐために3四歩としても、飛車内が受かりませんね。ですので7二飛はできません。ではここで7二飛ではなくって3二金と上がりますけれども、そこで2四歩と突かれて同歩同飛車に、これが次に2三歩からの角取りと、7四飛車の歩の両取りを見ていて、まあ、仮に当然ここで7二飛としてしまうと2三歩と打たれてしまうので、こちらから2三歩と打つんですけども、そこで7四飛と歩を取られてしまうと、まあ、2歩取られてしまいます。で、これだと袖飛車に組みにくいですね。ということでこの、同飛に対しては、3四歩が考えられます。ちょっと待ってください。3四歩が考えられます。で、ここで同飛と取らせてる間に7二飛とすることはできるんですけども、まあ、2四飛と戻られて2三歩に、まあ、飛車を引かれたこの瞬間、まあ、当然7五歩から袖飛車に組むことはできるんですけども、まあ、2歩損している状態で、組んでいくことになるので、かなり損かなと思います。評価値も、まあ、300いかないぐらいですけども、袖飛車側がちょっと悪いですね。ということで2六歩には7四歩ではなくて3二金と上がって2五歩に7二飛と寄ることで袖飛車に組みやすいよという展開でした。はい、ご視聴ありがとうございました。